とうございました。最高、よかった。いや、配信も無事決まりましたので、3月10日配信で、配信 TBS チャンネル1さんでぜひ見てください。本当皆さんのおかげで今回こうステージに立つことができましたし、本当に、あ、これずっと残ってるタワーだ、ずっと残ってるからタワーっていう認識。待って、すみちゃんハート風船タワーありがとうございます。せーの、タワータワーありがハート風船タワー、すみちゃんありがハート風船タワーありがとう。ライブ楽しかった、よかったです。私もとても楽しくて、いやーなんかね、ありがとうで、てか私がリクエストす、あ、え、どこまで喋ったらいいんだろう。19日に全部喋るんですけど、まあ、またね、また喋ればいいんであれなんですけど、とりあえず本当に皆さんのおかげでこう今日ステージに立つことができたので、とてもとても感謝の気持ち、もうありがとうっていう気持ちで、いや我ながら曲振り、あれ自分で考えたんですけど、我ながら曲振り天才的だなと思いましたね。あ、やばい、歯に詰まってる、叙々苑が。やだ、見ないで見ないで、あんまり見ないでください。こんなに遅くにどうしたん、配信、配信真面目だから。直吉さん頑張った、ありがとう、ありがとうございます。そう、叙々苑、あれとは、あれでね、叙々苑はねいただいたんですよ。何でしたっけ、ゲーム頑張ったねっていうので、叙々苑は、叙々苑券、お食事券、え、これどこまで映していいのか分かんない、叙々苑券、叙々苑お食事券はいただきまして、でもこれとは別で夜ご飯のお弁当が叙々苑でした。で今食べてます。打ち上げな、うお、タワーいいな、打ち上げな、せーの、タワータワーありがタワー、打ち上げナウさんありがタワー、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。ジュウさん頑張った、ありがとうございます。本当にファンの皆さんと一緒にこう勝ち取った、勝ち取った、つかみ取ったドボンライブなので、こんなにも本当なんだろう、まあ本当ありがとうございますっていう気持ちです。とりあえずあと3分で話すなら、あとドボンさんから、ドボンさんから見て、すごくない、カルピョンの顔入りチョコをいただきました。でなんか私だけのためのほっぺちゃん、すごい、ちゃんと H って書いてあって、嬉しい、幸せ。そう、あとは、いやもうこれはとりあえず開封したかったんで、早くこれは早く開封したかったんで今見せた。リクエストしたのはシンクロときめき47の素敵な街へありがとうの3曲だったんですけど、みずみんとさほさんと一緒にキャンディーやったり、しかも自分の前のその雫公演でやってた16人公演の時にやってた自分のポジションでやったりとか、あとはヘビーローテーション1曲目、まあ何だろうみたいな、こうお話セットリストを組んでる間にお話をいただいた時に、私自身別にそのなんて言うんだろう、絶対にこれがいいっていう曲がそうなかなか出てこなくて、でもなんかやっぱ順位が分かるものというか、まあ私せっかく1位だし、ファンの皆さんがそのたくさん頑張ってくださったおかげで、こうなんていうんですか、みんなが立てているので、そうだから順位が分かるものだとなんか
私もセンター立ってるなっていう気持ちがより強くなるかなと思って、このヘビーローテーションをあのスタッフさんと話し合いながら、いやこの何曲かの中だったらどれがいいですかねってなって、それになりました。本当にファンの皆さんのおかげでこのステージに立てたので本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます。あと30秒なんですけれども、あ、皆さんもう多分今から言っても遅いと思うんですけど、あの会場に来た方、あれ忘れないでください。あのお土産みたいなやつ、称号絶対もうあと30秒じゃできないことだと思うんで、もう無理だと思うんですけれども、あの忘れずによろしくお願いします。ということで本当に来てくださった皆さんはもちろんなんですけど、一緒にプレイしてくださった皆さん本当にありがとうございました。また配信 TBS チャンネル1さんで見てください。それではおやすみ、みんなありがとう、またね、バイバイ、おやすみなさい。